よし、じゃあやりますか。引き続きこの周辺ちょっと集めますか。収集をやりましょう。忘れ物、よし、うひょーほい、あれかこれでいいのか。あったあったあった。まあ、たぶん入るかな。お、ラッキー。またね、おい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 、またね。これこの下、おいだちょ、これっていかないだよめっちゃ転がっていった。それであげるしかねえって。よし奥田いいね、やっぱ万能だわ。またね、まだ、おお、綺麗。うわあ、すげえな。綺麗だな、ここ。まだ、うわ、なんだあれ。サークルができてる。これをはめろと。なかなか大掛かりな、コルグだな、これ。で、なんだこれ、でけえな。おお、なんか、強そうな剣が刺さってる。あ、騎士の両手剣だこれ。こんな強そうだったっけ。カニカニ、あ、めっちゃ近くまで来てるどっか行ってくれあそこあの上に乗っとる。あ、あ、はい、ゼルダム層のダウンロードが完了したみたい。あ、はい、わかりました。これか。またね。こんにちは。すべすべ。マルリアンちゃんは今日も美肌ね。その名前なの。え、誰か見ているですって。マルリアンちゃんっては恥ずかしがり屋さん。見せつけてあげればいいわ、あなたの美しく輝く姿を。え、その誰かが物欲しそうに見ているですって。ください、それ。心配しないでマルリアンちゃん、私があなたを手放すわけがないじゃない。古の時代を生きてきたあなたに私は続婚なんだから。ごめんなさいマルリアンちゃん、私嘘をついたわ悲しそうガーディアンを見てみたいの。あ、飛んでいるのと小さいのと歩いているガーディアンを全部見てみたいの。ここにある朽ちたものじゃなく新品の生き生きしたガーディアン。結構ありますね、朽ちたガーディアン。確かに見てしまったら私あなたから離れてしまうかもしれない。でも大丈夫よ。ガーディアンに近づくのは危険なこと。飛んでいるのと小さいのと歩いているガーディアンを見るなんて夢のまた夢。ガーディアンを見たい。わかりました。ということで、ガーディアン。ガーディアンといえば、ここでしょう。カタチュキ。ハイラル城の城下町に死ぬほどいるんで。普通にいるんだけど。まずは飛行型。お、これいいやん。歩行型はもうあそこにいるから取れるかな。うー迫力満点。小型ガーディアン、これは祠の中にいるんで、形付きの、うん、いい写真だ。取ってきましたよ。見せるガーディアンを。ちょっとあんた、私とマルリアンちゃんの邪魔しないでくれる。これです。まず飛行型、そしてその絵、飛ぶガーディアン。恐怖を感じる美しいフォルム。さらにこれ見てください、小さいガーディアン。姿に似合わず凶悪そうで可愛い。そうかしら。そしてもう一つ、ご覧あれ、とどめです。特撮のような歩いてるガーディアン、危険極まりない恐ろしい姿。確かに恐ろしい。目のところが恐ろしいなところにな。ふう。ねえ、あなた、その箱を私にちょうだい。ちょっとこれはあげれないっすね。ああ。ダメ？そう、残念。絵を思い出して手触りを妄想するしかないわね。もう玉は。ん？え？ああ、マルリア。玉っころなら好きに。おい。私は今は頭の中に描いてるガーディアンちゃんに夢中なの。お、ちょっと、マルちゃんが。
あなたは私の想像の源。見せてもらったガーディアンのことを思い出しながら妄想しているわ。あ、そうですか。マルリアンちゃん一体何のことかしら、さっぱり覚えてない。マルちゃん、ちょっとこれ鍋で煮れないかな。あ、煮れないわ。さあ、この辺かな。これで、あ、消えた。やっぱりリンクいなくなるんだ。リンクの下からせり上がってきたら面白いかなと思ったけど、そんなことはなかった。ガーディアンを見たい、クリア。注意じゃん。シタタン家の方からいるじゃん、近くに。きたー、きたー。確変、克服の証ゲットです。ほい、待て。カニ。どれです。たー。お邪魔します。いいとこっすね、ここ。じゃあ開けさせてもらいます。いる。うわー、やっぱ任天堂先生、先生あるじゃないですか。先生絶対意図的だよな。使わせてもらうわ、ありがたく。使わせてもらおうか、この任天堂さんが用意してくれたこれを。使い以外ないっしょ。この目玉をこねることで空気を抜き、より肉汁を感じることができます。まず空気を抜くことが大事。あ、お疲れ。固まるな、これ。お疲れです。まだ、あ、ちょっと爆弾やになってた。久々だな、リンゴも。あれ、さて、平原やってきました。木がね、特徴的だよね、この辺は。で、あそこにいるのがマスターモードで唯一のエレキビズロール。こいつがマスターモードではここにしかいない。あそこの上、まだ、ここの先にいるライネル、ここのライネルはすでに倒したので、スルー。かなり初期の頃に倒したんだよね、これ、こいつ。ここの祠、ゴミだらけですね。ここでライネルの肝。料理人がいるぞ。む、何やつ、あなたこそ何者。私か、私の名はミモザ。究極の料理を求め人里を離れて修行中だ。気が合いますね。その装備、主婦か。主婦同士仲良くやりましょう。こののろしは、これはのろしではない。見ての通り料理をしている最中だ。真っ黒になってるけど。君も焦げていると失敗してると言うのだな。私が料理を作るとなぜかまずいものしかできないのだ。自分で考えた究極のレシピなのになぜだ。頑張ってね。教えてください、究極のレシピ。もう構わないぞ、きっとうまい料理ができるはずだ。まずは魔物を倒せ。そして手に入れた魔物の素材を全て炒める。生きるためには何でも食べる。それが究極のサバイバル料理。たとえできた料理が微妙な料理でも背に腹は変えられないのだ。まあ結構ね、使える料理もあるよ、正直。剣の試練とかだと割と薪とか料理して食ったりするからな。うわ、すごいよ、ここマジで。イオ草の祠、ゴミ捨て場というか、なんだろうな、これ。異様だよな、ここだけ。
手に取る勇気、手に取る勇気が大事だという祠、まあ、この奥の宝箱まず取ろうか。このレーザーを使うとどういうふうに使うかというと、手に取れるということでした。このスイッチを押すとこんな感じで動きます。で、この上にこれを置いてこんな感じで階段を上がっていくという、結構面白いね、祠ですよね。はい、こんな感じ。ただあのレーザーを使わなくてもクリアできるんで、ちょっとそれをお見せしましょうか。さてさて、どうやるかということですけども、まずここの宝箱、普通に弓矢でね取れると。で、1個爆弾置いておきましょう。まず1段目登る、コログの葉っぱで飛ばしてこれで上がれます。飛ばしてこれで上がれる、飛ばしてこれでいけますということですね。これでもいけるし、爆弾をいい感じに離れた距離に置く。まず四角を使って上がる。で、あそこめがけてこれで上がる。で、こっからこれで上がる。で、丸爆弾を起動して上がる。こういうちょっとテクいのもできますね。アスレチックな祠でした。面白かった。なんか克服の証ゲットです。ハエの音がすげえ、ここ。あ、どうした、むにゃ。男子の胃袋わしづかみ、可愛らしいな。ちょうどいい頃合いでしょう。彼がおはよう。よし、シェーッ、怖い、怖いやつ連れてこないでよ、ちょっと。あ、まだ生きてるぞ。まさか取りに行くつもりか、あんな遠いところに。あ、帰ってきてる、帰ってきてる、帰ってきた帰ってきたんだ、よかったな。え、シェーッ、すごいな、こっから帰ってくるんだ。頑張れ。あ、行ってる行ってる。感動の再会なるか。間に合いそうだぞ。はめた。おー、やられた。次こそはデスゲームの開始だ。君は朝5時までに間に合わなければその体は朽ちることになる。カイジ君、結局世の中は目玉目玉こそが全てなんだ。お疲れ。おはよう。よしと、お疲れ。気象はうめえな、うめえ。いや、マジで爆弾や消費するこいつ40本ぐらい使うな、半端ねえ、マジで。ヒュッ、ちょっと、さて、いました。やぶさめ受付のミニゲームはやらずに、この人、巨大な。やあやあ、こんなところで人に会うなんて珍しいな。僕たちは野生動物の生態調査をしているものでね。この地方には他では見られない巨大な馬が生息しているって話を聞いて、その調査のためにここまで来たのさ。巨大な馬。それはもう大きな馬だって話だ。他の地方にはいない固有種の可能性が高い。しかしこの先は魔物が多くてね、なかなか調査が進まずに困っているのさ。そう、
特に馬の化け物みたいなのがいてね。ライネルだな。最初はそいつが探している巨大馬だと思って近づいたら、ひどい目にあったよ。よく生きて帰れたな。見たところ君は冒険者だろう。なかなか強そうだ。どうだろう、僕たちの代わりに巨大馬を捕まえてきてくれないかな。いいよ。助かるよ。巨大馬はここから西に向かった奥に行ったオブババ装置あたりに生息してるって話だ。じゃあ捕まえてここに連れてきてくれるか。無理はせずにな。あ、はい。巨大馬捕獲大作戦。ということで、巨大馬がいるのはこの辺りなので、始まりの大地のここの祠から滑空してね、行きましょう。あっちですね。そこに向かっていく。いました。もう完全に一匹だけでかい巨馬。巨馬巨馬巨馬で、こいつをなだめるには相当ゲージがいるんですよ。多分1ゲージじゃ無理なので。いたちょっと強い。さあ巨馬よ、わしのものになれ。わーっということで、全然ダメですね。ということで、ご飯作り行きましょうか。頑張り飯。じゃあ馬を捕まえるってことで、人参を使ったスイーツを作ろうかなと思います。今回用意するのはガツ人参、これを1つ、それからタバンと小麦1つ、バター1つ、砂糖1つと、これであの巨大馬を捕まえる料理、スイーツ作って巨大馬捕まえるぞ、チキチキ大作戦、スタミナ人参ケーキ、頑張りゲージの上限を増やす効果、優しい甘さが特徴のケーキ、人参が苦手な人でも食べられると言われる言われる。上に人参乗ってるな。結構料理もね、作り込んであるよね。よし、行こうか。回復だけ忘れないようにな。おら、ここでスタミナ人参ケーキ食べる。うめえ。ほら、ガッツが増えてきたぞ。ふん、たわいもない。キョバかわいい。かわいい。なにこいつ。え、めっちゃかわいい。超かわいいやん。はいはい、リンゴリンゴリンゴ、ほら、あ、食べとる食べとる。かわいいよこいつ、ちょっと。いや、マジでかわいい。こいつに乗ってずっと生きてえな。わ、なんか中歩がない。すげえ。おい、何してくれてんの。ちょっとキースはクソだな。まったく、せっかくいい感じでドライブしてたのに。じゃあ届けよう。ちょ、キース気をつけんとな、マジでクソだからあいつ。出てきました。その馬はでかいな。わかりますか。すごい顔してる。見たことのない大きさだよ。これは完全に固有種だね。すまないが、その馬をじっくり調べさせてくれないか。じっくり、はい。じゃあ失礼するよ。ふむふむ、これはすごい。ほほう、実に興味深い。いや、これだけ調べられれば十分だ。必要な情報はしっかり取れた。何を調べたんだ。やはり直接この目で確認できると違うね。すべて君のおかげだよ。これは調査に協力してくれたお礼だ。ありがとう。でかいよな、確かにな、これな。チャレンジクリア。よし、あ、間違えた。黒い。これが巨馬か。巨馬。馬宿登録できんのかな、キョバを。おお、またまた早速野生馬を捕まえてきたのですね。早速登録なさいますか。できる、かしこまりました。あ、すげえ。できるんだ。
へえ、ダメか。背中にリンク乗せてんのかいにしたかったけど、さすがに長いな。デカでいいや。耳も可愛いよな、この子。あ、蔵がついた。でかー、でかい、でかい。まあ、随分大きな馬さんを所有しているのね。申し訳ないけど、そんな大きな馬に合う装備はないし、たてがみを変えるのも嫌がると思うわ。あー、無理なんだ。変えれないんだね、クラウとかは。でも捕まえられるのいいね。かわいいな、この目がかわいい。すげえ、なんか優しそう。あとは樹海方面、まあ、その辺を収集して回りましょうか。こうかな。お、国地座平原、古墳群、古墳がいっぱいあるのかな。うひょ、あっちか。ほい、魔法使いスタイルでいくか。この氷柱使おう。氷柱、うわあ。なんか手を挙げてた。ちょっと鼻に当たったような気もするけど。ほい、お疲れ。氷柱爆弾。これはなかなか面白いな、これ。へえ。お、カッシーバさんいるね。礼儀を忘れてました。冗談です。おや、こんな深い森の中に旅の方とは。おお、またお会いしましたね。お元気ですか。実はこの土地にも試練を乗り越えた勇者の古の歌が伝わっているのですよ。いかがですか、この土地に伝わる古の歌、お聞きになりますか。はい、ありがとうございます。ではお聞きください。深淵の森、大蛇食らうべく開かれし竜のアギト。そこに勇者の試練が眠る。ファイナルファンタジー。深淵の森というのはここから北にある樹海ダムゼルのことだと思いますが、この辺りで大蛇おろか蛇も見たことはあります。なんかちょっと変だな。ましてや竜など。きっと私には思いもよらない秘密が隠されているのでしょうね。ではあなたの旅路に光がありますように。あ、大蛇食らいし竜ということで、この樹海をずっと北に進んで、ここまで行くことになります。あるね。ということで進んでいきましょうか。まあ裏側から行くのが早いっちゃ早いんですけど、せっかくなんでちゃんと渡ってみようと。ゾナウ遺跡群、ゾナウの遺跡いいですね。いるな。仕方していこう。あいつ鬱陶しいからな。ゾナウの、わっ！ゾナウっていうのは結構謎なんよね。各地に遺跡があるけど、シーカー族と関わりがあるのかどうかもよく分かってないという。恐ろしい。これね、確か切ったと思うんだよな。この形式の櫓切れるんですよね。これで倒れて宝箱が取れる。これ意外と知られてない。あ、まずいでやんす、まずいでやんすよ。疲れ、怖い、マジ怖え。あそこに宝箱か。
これでガードして。うわー、あそこです。うわー、めっちゃおるな。おりすぎ。正面から行くと危険なんで横側から潰していくか。俺はあれを倒すのか。これで降りたかな。この辺かな。あ、帰って。さてさて、駆除をしなければ。あ、下にいるわ。じゃあここのリザルフォス駆逐して回りますか。ここのリザルフォス全員角笛持ちなんですけど、ヘッドショットの特攻がないっていう結構特殊なリザルフォスなんで、かなり弓矢当てる必要がある。3発ぐらい当てる必要あるのかな。ギリギリ、かなりギリギリだな。大足なら大丈夫かな。大足ならどうかな。多分3発とも、あ、死ぬよね。3発とも頭に当てれば、連射弓なら死にそう。で、側面の2匹やったから向こう側行くか。じゃあ、すごいねこれ。竜かな、蛇かな。昔あの亀岩っていうダンジョンがありましたね。神虎と夢を見る島、神虎2にもあったかな。手と頭みたいな感じがあって、頭を開けるとダンジョンになってるっていうやつね、ありました。ヘッドに3発いただきます。ヘッドに3。これで側面は全部やりきったでしょう。あとはあの3匹か。さて、残りの3体。やりにくかい。お、お、OK。登るか。君の横の見張りいなくなってますよ。気づかれた？あ、大丈夫か。大足壊れちゃったか。まあいいか。焼けるかな。焼けるかな、焼けるかな。はい、お疲れ。クリア。あれ？あ、まだいるわ。まだおった。わあ！おーおーおー、何こいつら、隠れてやがったのか。この池を君たちの終わりの地としよう。人生の終着点だ。そうだ、さあ気を取り直して。あとは本当あいつだけか。よし、行くかい。回れよ回れよ回れよ。目が回らないようにご注意ください皆さん。大振りですね。金ルピー、はい、やってきました。勇気の泉。さあ、すべての泉に到着したね。ロフトバードかこれ。うわあ、すげえ。あ、ちゃんと紋章がありますね。祈る。よくぞこの泉を訪れました。この勇気の泉に黄金の精霊フロドラの鱗を捧げなさい。私女神ハイリアがあなたを導きましょう。ということで、狩りをした、フロドラの鱗、これを捧げる。はい、大地クライシリュークリア。シックチョフの祠。勇気だからリンクの泉だな。トライフォース的にはさぞいいものがあるに違いない。のえー、まあでも楽しめそうなものだな。100個目の祠、記念すべき。なんか区切りいいな。勇気の泉の祠が100個目っつうのは。
ディスティニー感じちゃうよ。ちょっとこれを抜いて、さてもう一つチャレンジがあって、これですね。旅商の頭巾、異世界より訪れし旅商人の頭巾は数竜湖勇気の泉を喰らう竜の右手に、ということで、ここの右手にあるそうなので、ここ右手あった、ありました、隠されている。ラビオの頭巾、これはカミトラ2、壁画になる不思議な指輪を持つ旅の商人の頭巾。あ、壁登りの横移動が速くなる。あ、そうなんだ。ラビオね。カミトラ2ね、めちゃくちゃいいゲームなんで、これぜひやってもらいたいですね。なんかストーリーがすごい良かった。歴代のゼルダシリーズの中でも相当好きなストーリーでした。カミトラ2。ぜひやられてない方はね、やってみてください。面白かったんで。それに登場したキャラクター、ラビオですね。重要なキャラクターです。かなりね。さて、ちょっと拾い損ねたやつあったから、それ集めて回って終わりだな。来るな。来るぞー。地獄の使者が。うわ、こいつ、いるんだけど。燃やすか。お邪魔します。なんでここのやつは武器持ってないんだ？素手なんだ。別に寝込み襲ったわけじゃないのね。なんで武器持ってないんだ？寝てたのか。すまんすまん。ほい。はい、湖エリア収集完了しました。だいぶね、広いエリアでしたけど、結構時間かかった気がします。なんとこのエリアは拠点の宝箱が一個もないというエリアでした。珍しい。多分ここだけじゃないか。なんだかんだ8時間ぐらいかかったような気がしますね。さて、次はもう残すところ2つのエリアしかありません。東か西か、こっち側です。フィローネ。向かっていきましょう。うわー、気持ち悪い。すごいな、この。なんか感慨深い。このマップを見ると。次回、フィローネエリアということで、よろしくお願いします。さよなら。ゼルダの伝説、ざっくり解説。今回は3つの泉について、ざっくりと見ていきましょうか。今回の本編で登場した勇気の泉。これでブレワイの世界にある3つの泉すべてを訪れたことになります。アネールさんの頂上にある知恵の泉、アッカル地方にある力の泉、そして今回のフィローネ地方にある勇気の泉ですね。封印の力を得るためゼルダ姫が修行した場所としてそれぞれ登場しています。ゼルダ姫の母親が亡くなったのは5歳頃でして、そもそも封印の力を得る方法は教科書などには記されておらず、生来の素質もしくは母親の指南などから身につくもので、明確な修行方法があるわけではありません。そこでゼルダ姫が行った修行は、女神を模した白い衣をまとい、女神にゆかりのある3つの泉にて身を清め、祈りを捧げることでした。それは言うほどたやすいものではなく、冷水を浴びることにより激しく体力を消耗し、高熱を出すようなこともあったそうです。中でも知恵の泉、これが山深い場所にあって17歳に満たないものは入山できないというしきたりがあったため、ゼルダ姫は17歳の誕生日を迎えた時に最後の希望として知恵の泉へと向かいました。その帰り道で大厄災が発生するわけですね。知恵の泉で修行した帰りだったので、この時のゼルダ姫は白い女神の服を着ているというわけなんでした。さて、3つの泉のうち力の泉、それから勇気の泉に非常によく似た泉がゼルダシリーズでは登場しています。それはスカイウォードソードで訪れた展望の泉。これはブレワイで登場した力の泉と同じ場所ではないかと考えられます。
この配置ですとかオブジェクトですとか、まあ、風景なんかがそのまんまなんですよね。さらに大地の泉、こちらはドアの部分が竜の形をしていることと中の形状から見ても今回の本編で登場した勇気の泉なのかなということを思わせてくれます。ちなみにこのスカイウォードソードでも当時のゼルダが女神としての記憶を取り戻すために各地の女神像に祈りを捧げるという巡礼の旅に出かけるんですけども、その中でこの泉を訪れているという描写がエンディングにて描かれています。この際も白い衣をまとっているので、この時のエピソードがブレアイまで語り継がれているのかもしれないですね。はい、というところで今回はこれぐらいにしたいと思います。ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。